はい、こんにちは、ビッグボーイです。今回もバトルフィールドハードライン。今回はダストボールでレスキューモードというものをやっていきたいと思います。このモードは、警察側と、あと犯罪者側に分かれて、警察側が、人質の救出、そして犯罪者側がそれを防衛するという、そして、ラウンド5点先取した方が勝つという、なんだろう、コールオブデューティーのサーチ&デストロイみたいな緊張感を楽しめるゲームです。で、ちょっとここのステージでレスキューするのは初めてだから、頑張っていこう。全ユニット、もう時間がない。容疑者が実力行使に出る可能性あり、人質を救出。すんげえ開けてるからな、ダストボール。どうしようかな。なんか見えないかな。なんか開く音がしたな。トラックの後ろまで行って。なんもない。大体まあ犯罪者側は、その人質の部屋にこもって、まあ悪い方しちゃえばこもっていれば、なんとかなるわけでも、ありますが。どこにいた裏に回ってた。まあ言ってしまえばこれ、犯罪者側が、なんて言うんだろう、非常に有利というか、なんていうか。で、その間は、他の人の視点が見れると。武器はまた ACL できてます。さあ、経典の凄まじいレートが。味方かった。ありがたい。ちょっと、死んでしまった。ちょっと、次こそ頑張っていこう。敵が4人しかいない。結構途中抜けしちゃう人も、まあ、いるっちゃ、いて、ちょっとフェアゲームにならないこともあるんですが。さあ、湧いて。さあ、どうしようかな。味方に離れないように行こうか。味方がスナイパーもいる。なるべくこの命中精度がいい。ACR で。敵を倒していきたいんだけど、あの人についてこう。ちょっといたな、今いない。やって、あと一人、ちょっと救出してみようか。あ、味方やっちゃった救出する前に敵をやってしまう味方。 OK、 殲滅スタイルで来てる。確かラウンド3回ぐらいで、犯罪者側、警察側交代だっけな。さあ行ってみよう。あのスナイパーの人にまたついていこうかな。レスキューやり慣れてる人は多分もうどこに行けばいいだとかもかなり把握してると思うので、グレネードでも投げてみよう。見えない。あ、上にいたな今。よし、やった。もう一人いたな、奥に。一人いたぞ。よし、やった、オッケー。犯罪者側、じゃないや。あ、ジャンプしてる。ポリス側、強い。4ラウンドで選手交代かな？ちょっと、本来ならまあ、救出しないといけない、警察側が圧倒的不利なはずなんだけども、予想以上に勝ってしまっている。まあ、接戦をお届けできないな。容疑者との交渉は打ち切り。さあ、行ってみよう。またスナイパーの人についていく。容疑者は無力化するように。
いグレネードだ。グレネードでもあっちの方にポンッと当たんない。いや上にいた。お、味方ナイフ。あ、画面が荒ぶってる。すごい。ごめんなさい、死んじゃいました。ここのステージだと犯罪者側が屋上に登ることもできてしまうから、上にも注意しないとね。見つけたぞ。焼夷グレネード。味方アグレッシブ。やばいな、あと1ラウンドで終わっちゃうな。さあチーム交代。屋上に登るというプレイスタイルでもいいかもしれないけど、それはやめていこうかな。ちょっとナイフをやられたら、かっこ悪いので。湧いて、よし、どうしようかな。どういこうかな。命中精度がいいんだけども、それでもなるべく開けてるところには。いや、上行ってみようか。ちょっとだけ上行ってみようか。敵超いたな。帰ろう。救急キットだぞ。どうしようかな。いない。あ、敵に 裏の方入られてんな。うっそやられた。味方どうだ。あ、味方2人、敵3人。これはもう1ラウンドかな。2対2。やばい、味方、あ、違う、敵あと1人。やばいな、なんかそんなにかっこいい試合を見せてないんだけども。あ、味方やってしまった敵。終わった。というわけで、3キル差です。かっこ悪い。全ラウンド、取っちゃって、まあ普通に勝っちゃったんですが、まあこれが、レスキューモードというちょっと緊張感が漂う、警察、犯罪者側の攻防戦ができると。というわけで、まあ、レスキューモードじゃあ、今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。